はい、どうも皆さんこんにちは。ホクソムスタッフさくらです。ホクソムスタッフのしいたけです。さあ、ということで今年も東大回答速報が終わりましたよ。いや、終わりました終わりました。まあね、5年目ですよ。もう5年目なんですよこれ皆さん5年目ね。2020年からね、この東大回答速報やり始めて、初年度ね、覚えてますよ未だに。僕はひどかったですよ本当に、今思えば。でも回答書いた覚えがあんまないんですよね。あのね、初年度はね、僕らやってないんですよ実は。あ、そう。そう、1週間ぐらいかけて他の人が作業して、で動画も安田先生が全部撮ってたから、当時だから僕はまだ裏方で YouTube ね、このチャンネルの P 的立場でまだ出てなかった頃ですよ。回答速報って言ってやったのに、結局確か全問題公開されたので3月末と。舐めてる何をもう速報じゃないよね、もうね。そうそうそう、定義が問われてきますよ。そうそうそう、速報のね、速報というね、うんうん、もうね、最初ね半分ぐらいは3月3日とかまで出したんですけど、まあそれでも遅いんですけどね、うん、でもその後ずる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 なんやかんやあって、結局何があったの何があった。いやだから結局こういうのってもう鉄は熱いうちに打てじゃないけど、やりきらないと、いやまあそれは最後までいかない、その後回しになっちゃう、どんどん。その理論なわけですよ。それで後回しになった結果、3月末に確か最後の問題が出たんですよね、うん、で当時もいや速報じゃないなと思いながら、もうでも全問出さないといけないなと思って出したんですよ当時、うん、まだ残ってるんで、ぜひちょっと見に帰ってください、あの2020年のね東大回答速報一番最後ね、本当に3月末ぐらいに上がってるから、3月30日もう1ヶ月経ってるからねっていう状態から始まって、年々そのスピードを更新して、今年最速だったじゃないですか、うん、最速5年、まあ毎年更新してますけど、今年も無事更新でしたよね。21もその日には出してないかな、その日っていうか次の日ぐらいかな、うん、うん、でツイッターで流し始めたのが2022かな。そう、2022なはず、うん、で2022は全部の回答が上がったのが夕方。そう、夕方でしたね。だから次の日の2月26日の丸24時間ぐらいに、まあ回答が全部上がった。そうで、その後動画撮って、だから多分全部終わったのがね丸48時間だったんですよ2022年は、うん、うん、かもしれない。でもその丸48時間でもかなりの進歩だったんですよ当時、うん、だってね2020年からって1ヶ月かかってるからやっと鉄を熱いうちに、そう、打ったっていうので2022年は進歩だったんですけど、うん、で2023は去年が全部の回答上がったのがね、確か朝の5時ぐらい、うん、5時とか6時とか。そうそうそう、ね、あれは完全にカップケーキのせいですあれはね、カップケーキひどかったよね、今わしのカップケーキね。うん、もうなんか図も書けないかもしれない。もうしだきくんの手書きのね、そうそうそう、図を入れてとりあえず出したのが朝5時ですか、うん、そう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 、ここ、あ、もうダメかも。そうですね、うん、ちょっと詳しくは編集の方出しておいてください、うん、カップケーキ、はい、通称カップケーキなんですけど、通称カップケーキね。カップケーキがなければあと2時間ぐらい早くなる、ね、いや、そうそうそう、ね、マジで去年はそうだった本当に、うん、で今年で、去年はだから動画が上がったのがでもその日中には26日中には上がってるでしょ。いや、多分日付回ったんじゃないかな。26日中に撮影はしたけど、なんやかんやってね、多分公開は日付回った気がする。27の午前2時ぐらいかな、うん、に確か上がった気がする、はい、で、今年はですよ。今年ね、目標は今年だから全部上がって、今年目標、うん、動画を上げる、動画上げる目標は26日の20時ぐらいまでには全部上げてる、ね、おー、まあいけそうですよね。いや、いけそうだと思う。まあ我々まだ1問も取ってないですね。そうそうそう、終わりましたとか言ったけどね、まだ取ってないけどね、うん、今年も東大回答速報が終わりましたよ。いや、終わりました終わりました。そう、なんかウォーミングアップデーみたいな、そうそうそう、で取ってますけど、現在時刻2月26日、正午です。正午正午ですね。なんかもう終わった感想戦みたいになってますけど、まだ1問も取ってないです。これから取ります。その上で20時ぐらいには出せるんじゃない、多分今年は。頑張ろう頑張りましょう、ここからね。頑張ろう、ええ、ここからね。でも今年ツイッターに全部上げたのも早かったですよね。今年はもう2時、文系が0時半、文系0時半、うん、理系2時、理系2時。いや、最速ですよこれ。早い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 頑張ってるから。いや、本当ですよ。
まあ当たり前のように午前2時午前5時とか言ってるけどね、うん、あの今のご時世いいのかっていう、うん、働き方改革っていうものがありましてね、とは、うん、働き方改革とは違う方向に改革されたんじゃないかっていうまあついこの前のね数学科の動画でもね、数学一番やってる時間何時帯でしたっけ、まあだから深夜のね、あの朝方とかですからね、0時から5時ですよね、うん、まあそういうことですよ、つまりフレックスタイム制ってことですまあそうね、うん、フレックスというか、まあ、そもそも勤務時間という概念ないよね、うん、だから昨日は16時始まり、うん、もう一回29時終わりなんで、そうね、まあ13時間まあそうね、言われてみればそうね、結構やったね、休憩なし、で一応ご飯食べてた、ご飯食べてた、ご飯食べてた、毎年こうあのご飯は寿司を食べること、そうそうそう、恒例のね毎年恒例寿司を、夜ご飯はこう寿司を食べることにね、そうそう寿司を食べながらね、別に寿司な理由は特にないんだけどね、うん、なんか最初の方の年に寿司頼んじゃったから、そうそう、そっからね毎年なんか寿司だよねみたいな、こうそういう、そうそうそう、いや寿司めちゃうまいんですけど、いや寿司うまいね、うまいんですけど、うん、どうもやっぱりこう数学のこと考えながらちょっと食ってるせいで、うん、寿司食ってる割に印象が薄いんですよね。それはね、あのマジでそうだね、寿司食ったっていう事実は十分残っているんだけど、そう、あのね味覚えてないんだよ、あんまり何食べたかとかあんまり覚えてない、あんまり覚えてないねっていうのはちょっとすごいもったいないな。昨日頼む時にさ、去年これ頼んだやんねみたいな話をしたじゃない、うん、もう一人の人が、うん、何も覚えてなかったもんね。いやまあなんかそうなんだ、うん、みたいな、あの、うん、それ頼んだ気はするけど、なんかこうあんまり覚えてない、何も覚えてないね、もったいないですよね、うん、でまあ寿司を食って13時間労働を決め、そうそう、うん、まあ労働ですらないけどね、うん、我々これ何なんだ、何ボランティアボランティアなのかな、東大回答速報ボランティア、趣味、趣味、うん、半分趣味半分仕事みたいなもんですよね。まあまあそれはそうね、ぶっちゃけね、まあでも年々早くなっていると、うん、まあ来年の目標を高らかに宣言してもらって、来年の目標はだから全問25日中公開ですよ。でかくいったね。え、じゃないですか、行くなら。いや僕は文系25日中公開という予定で言おうかなって思って。あ、本当？それだとなんかでかくないじゃん、でかくって言ったから。まあねいやまあでも毎年その勢いでやってますからね、心意気はね、毎年25日中に全部ツイッターにあげようっていう心意気でやってますから。最近予備校が出さないからね。そうね、あれなんでなんですか。いや働き方改革じゃないかって僕は思ってる。ああそういうことか。え、じゃあ何、我々逆行してんの。逆働き方改革だからあれだよね、25日26日だけその昼夜逆転になるもんね、絶対にね、うんうん、フレックスタイム制で。そう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 、やっぱ予備校もそうしたらいいんだよ。いやまあ予備校の先生たちはもう忙しいから。あ、そうか。僕が受験生の時はなんか日付変わったぐらいに回答速報出てましたけど、ね、いや出てた記憶あるよ。なんだ日付変わる前に出てた記憶あるもん、ね、何問か出てたりするんですけど、そうそうそう、最近はもうどこも一問も出さない。出さないね、うん、だから本当全問公開したのは大手と言われるそのね、個人の方がやってるのを除いたら一番早かったんじゃないですか。まあ自分たちが大手だというおこがましさはありつつね。まあでも東大回答速報で Google とかで検索したら3番手ぐらいに出てる。ああ大手です、ね、大手ですよ、大手大手、ええ、じゃあまあ大手が、ええ、自称大手が出してる回答速報としては、自称大手っていう響きやばいね、うん、信憑性のなさ、うん、一番早いということになっている回答速報ですかね、うんね、うん、まあいくつかちょいちょい細かいちょっと間違いがあったのはあのこの場を借りてすいませんという感じですけど、はい、すいません、エッセンシャルなところはね、そうそうそう、ちょっと軽微なミスをね、うん、図紙の範囲間違えたりとかね、うん、文章ではちゃんと書いてあるのにね、そうそうそう、とか一個一番とか、ね、基本的なのを一番抜いちゃったんでしょうね、はい、とかですね、まあ、ね、それはごめんなさい、失礼いたしました。こちらも急いでるもんね、はい、ということで、まあ今年の東大解いてみたよという方、解説見てみたよという方、あのいろいろコメントとお待ちしております。まあまたその総評とか、ね、うん、はあのもう上がっ
これが一番最後に出るのかな、まあ、わかんないでしょうね、多分ね、まあ、上がってるはずなので、はい、まあ、またね、感想とかお聞かせくださいという、ね、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、今からそんなところで動画を撮りまくり、はい、ましょう。決意証明で終わるって何なの、うん、まあね、頑張ろうという、はい、ということで決起集会です。はい、以上、2024年東大解答続報でした。解答速報の感想戦でした、はい、一番最初に撮った感想戦でした、はいはい、ありがとうございました。